昭和52年1月3日は、ハリウッド無声映画機の俳優、また、日本の映画監督。宮城県物郡屋元町の出身。仙台市立東二番町小学校から市立東北中学に進学。1912年、中学を退学して、ロサンゼルス在住のおじを頼って17歳で弟と、渡米。特に目的があっての渡米ではなく、 なんとなく、アメリカに憧れたのだという。農家に住み込んで、農作業を手伝いながら小学校へ通い、ハイスクールへ進学。友人に誘われ、演劇学校に通い始め、そこで撮影所が、日本人エキストラを募集していることを知り応募、早川節集と青木鶴子主演の神の怒りに、早くで出演する。それ以後、数々の映画にエキストラ出演する中で、 米国在住の日本人俳優と交流するようになる。安倍は早川、青木夫妻の居候となり、早川の求めに応じて映画の脚本を書くようになる。早川の勧めで、セシル・ビー・デミル監督のチートで本格的に映画デビュー。ジャック・アベ、ジャック・ユタカ・安倍の芸名でハリウッド映画で活躍。トーマス・エイチインス、フランク・ボーゼージの両監督からは、 演出術を学び、映画監督になるべく帰国。1925年に、日活大将軍撮影所に入社して、母校のために、で監督デビューする。翌1926年には、ハリウッドのソフィスティケートコメディを、日本映画に移植した、足に沢つた女を制作して、日本映画に新風を吹き込んだ。太平洋戦争中は東方で活躍し、 つぶらや栄治の特撮を存分に生かした、もゆる大空、南海の花束、あの旗を打ってなどの国策戦争を映画に辣腕を振るう。終戦直後の1948年には、被災た英治郎の脚本により、島崎東村の破壊映画化に挑む。久しく俳優業から遠ざかっていた、池部涼を主演に迎え、市川今夜帯中伝なども参加した、この作品は、 日本映画の復活を目指したものだったが、同年発生した東方葬儀によって映画化は頓挫する。これによって、安倍は東方に見切りをつけ、新東方に移籍することとなった。新東方では、笹目行き、女と友情などの女性映画に才能を発揮する。一方、戦後し者、私はシベリアの捕虜だったや、戦争対策、戦艦ヤマトを手掛ける。また撮影3日目で、 病気降板したサブリ新監督の後を継いで2.26事件の初映画家である反乱の監督も担当している。終戦時の宮城事件を描いた1954年の日本破れずでは自らプロデューサーもこなし早川摂州にアナンコレッチカ陸将役をオファーした意欲作だったが工業的には振るわなかった。1955年の 花真珠を最後に新東宝を離れ、制作を再開した日活に戻る。混沌高原作の話題作、春霊に小林明主演の二連中の鉄窓のヒット作を量産した。しかし、安倍のオーソドックスな演出スタイルが、時世に合わなくなった上、石原雄二郎や小林明といったスターを起用すれば誰が監督であっても当たるという状況に、 なり、日活側から演出量の大幅値下げを切り出されたことを契機に1961年の命の朝を最後に日活を退社。本人は完全に引退したつもりではなかったが、結果的に映画界から身を引くことになった。カテゴリー、安倍豊の監督映画1955年当時、安倍の演出量は1本200万円。年間4本保証という契約で、 撮影本数にかかわらず4本分の収入が約束されていた。ありがとうございます。